なんか日経新聞がとんでもない CM を掲載して炎上してるよね。その CM 内容は世界各国の風景と国旗が流れるイメージの CM なんだけど、なんとその CM の中で竹島に韓国国旗を掲げたシーンが紛れ込んでるみたいなんだよ。しかもその竹島のシーンにはドクターアイランド竹島の韓国呼称の英語とはっきり書いてあるみたい。これめちゃくちゃだと思わない？その竹島シーンの一部がこちら。日経新聞はなんでこんな CM を作ったんだろう。竹島は明らかに日本の領土であり、韓国の領土ではない。それなのに、わざわざ韓国国旗が掲げられた竹島を使うって、どう考えても意図的でしょ。でも、一体どんな意図があって作ったんだろう。炎上するのはわかるはずだよね。もしかして、一瞬だから誰も気づかないとでも思ったのかな。ちなみにこの CM が大炎上したことで、日経新聞はこうツイートしてるんだよ。日本経済新聞社広報室。お詫び。弊社 CM 世界を変えよう宣言編の一部に誤解を招く表現があったため、ネット上からこの動画を削除いたしました。確認作業が不十分でした。不快な思いをおかけした皆様にお詫びいたします。誤解を招く表現があったためってどういうこと？誤解も何も、これ、もろだよね。こんなツイート、全然弁明になってないよ。日経新聞はどういう意図であのシーンを使ったのかをちゃんと説明すべきなんじゃないの？だってあのシーンが間違った意味で捉えられ、そして利用されてしまったらどう責任取るつもりなの？日経新聞はそういった危機感も何もないの。ほんと意味がわからないよ。今回のこの CM で相当な日本国民が怒ってると思うから、こんな弁明ツイートではなく、ちゃんとした謝罪と経緯の説明が必要だと思うよ。とにかくなんであのシーンをあえて使ったのか、その理由を教えてください。日経新聞さん、よろしくお願いします。